12年前の女性絞殺殺人事件の逮捕は護道心太朗による誤認逮捕。しかもその殺人事件の真犯人は護道心太朗というのは真犯人の罠です。12年前の絞殺事件では医師の青柳が逮捕されました。しかし青柳を逮捕するときに心太朗は強引な手口で自供させました。それに恨みを持った青柳はジャーナリストの新庄とともに心太朗をはめようとしてるんですね。来週の殺人事件は青柳から手口を聞いたジャーナリストの新庄が行ったんですかね。来週の予告で南が心太朗へバディは解散ですって言っているのは誰かを油断させるための罠でしょう。ラストマンは1話完結ですので、この事件に関しては来週解決することでしょう。ラストマン全話を通しての大きな謎はやはり41年前の南が視力をなくした火事の事件ですね。その火事の犯人は逮捕されて、あの刑務所にいた鎌田國士が犯人なのでしょうか。41年前に逮捕されて現在も収容されているということは無期懲役なのでしょうか。それとも最近護道心太朗によって別件で逮捕されたのでしょうか。兄である護道京吾が心太朗が事件に関連するようなことを匂わせていましたが、さすがに41年前の火事に関係していたら心太朗も覚えてますよね。ということは心太朗が別件で鎌田國士を逮捕した可能性が高いですかね。来週も考察動画あげますので、気になった方はチャンネル登録何卒よろしくお願いします。ラストマン面白かったですね。すごい見やすかったです。ただ事件のバックボーンは辛すぎましたね。いじめ、そして親の介護、彼は苦しかったんだと思います。苦しい状況には同情しますが、やっぱり爆弾を作って犯罪を犯すことは違いますよね。このドラマだけってわけじゃないですけど、4月15日に起きた爆発未遂事件、失敗に終わってよかったですね。もし成功してしまっていたら多数の命が失われ、このドラマもお蔵入りになっていたと思います。1話が放送できないと2話3話も放送できないので、ラストマン自体が闇に葬られていたかもしれませんね。ところであの青森のアイドル王林さんがホテルのバトラーとして出ていましたね。気になったことは、あれはなまらせてるんですかね、それともなまらないようにしてなまってたんですかね。王林さんは標準語話すくらいならドラマに出ないっていうスタンスなんです。だからおそらくナチュラルになまってるはずなんですよね。でもなんかいつもよりなまりが薄い気がするんですよね。なまらせるのなら思い切ってなまってほしいですね。思い切ってなまって、そして大泉洋さんに、なんでてめえなまってんだよって突っ込んでほしいですね。そして王林さんに、私はなまってって会社に言われてるんですとか言えば丸く収まってすっきりするんですけどね。なんかそこ説明しないままうっすらなまってるんで、なんかちょっとモヤモヤしますね、そこは。それではラストマン、次回2話のあらすじをお話しいたします。南は着任早々吾妻を勝手に人材交流企画室の新メンバーとして迎え入れた。慎太郎はそんな南の勝手な行動が面白くない。そんな中、東京郊外の河川敷で女性の絞殺体が発見された。先に駆けつけた桜班に混じり、遺体を検視して死亡推定時刻や死因を見事に推測してみせる南。一方、慎太郎は遺体の状況や匂いからかつての自分が担当した殺人事件と酷似していることに気づく。その事件は12年前に起きた。医師の青柳が患者の女性を絞殺死させたのだ。当時慎太郎は強引な手口を使い青柳を逮捕して自供させた。すでに青柳は出所し、ジャーナリストの新庄のもとに身を寄せているという。南と慎太郎が新庄の家を訪ねると、青柳は12年前の事件が冤罪だったと主張。さらに慎太郎の衝撃の秘密を暴露する。
その秘密が明かされたことで、慎太郎は12年前の事件が誤認逮捕で被疑者の可能性すら疑われるようになるというのが次週2話のあらすじです。まあ最初に言った通り、犯人は医師の青柳かジャーナリストの新庄です。このドラマ、福山さんと大泉さんのやりとりが面白いですね。まだ1話なので大泉さんのツッコミが抑えめですが、これからどんどん素の大泉さんのような感じが出てくるんですかね。ドラマ最後の方で食事をしながらのやりとりは、あれはアドリブなんじゃないですかね。もっとああいう掛け合いの演技見たいですね。ここまで見て永瀬廉さんの活躍もっと見たいと思った方は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録、何卒よろしくお願いします。ツイッターなどもやってますので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございます。今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。